はい、こんばんは。にゃんこ先生ありがとう、ハート。こんばんは。夜配信、マシャさん、フォーヤさんありがとう。夜配信、はじすけさん、カーボーさん、ゆうや、こばさん、せとかさん、もうありがとう。ソニチ、こばさん、ゴミゴミ、平成天狗さん、テイカーさん、はじすけさん、ありがとうございます。みなべさん、ふわゆさん、ひだれききのまねきなこさん、平成天狗さん、ありがとうござりまーし。平成天狗さん、それな、斜め白 T。 平成天狗さん、なめなめ社長、シルボアさん、りょうちゃん、ありがとう。私のタブレット、斜めシルボアさん、りょうちゃん、ありがとう。オツだよ、みんな。ちょっともう前髪が長すぎる案件。おっとっとさん、かわいい、ありがとう。お疲れも、ありがとう。シルニジピンさん、ありがとう。ソフトクリーム、マサさんも、ありがとう。トタラさんも、ありがとう。ひなただかさんも、ハート、ありがとう。ね、それな、握手会やばくない。ソフさん、夏美香ちゃん、ありがとう。トリガーさんも、ありがとう。やばくない、普通に握手会復活よ。お、大阪待ってます。多分なんだ。コブコブさん、ソフトクリームありがとうね。また会いましょう。貝柱さん、ハートありがとうね。リリーベもめっちゃ嬉しい。広島駅南口でリリーベ。私はリリーベ人生で2度目なので、コブコブさん、ありがとう。誰も、あの日程はひどい。なんで、何があった。おやっきーさん、ハンニバルさん、ありがとう。スノーも、ありがとう。にぎにぎ、おにぎり、ふくちゃんち、としちゃん、ありがとうね。そうみたいです。やばー、握手会私1回しかさ、したことないから不思議。ハンニバルさん、コバさん、キンパイさん、ありがとう。喉痛いよ。あ、生誕祭申し込みありがとう。うん、絶対さ当たるよ。生誕祭よろしくね。リリーブもね、でもいろんなとこあるからやばいじゃん。いろんなイベント選び放題だよ。渡辺さん、ありがとう。ノブーさん、おちゃちゃ、ありがとう。アングル新鮮、よかった。渡辺さん、キンパイさん、ありがとう。リコチと握手なんかしても大丈夫ですか。めっちゃ面白いじゃん。平日か、そっか、6月12日そうだよね、水曜日だよね。DJ さん、深夜さん、スノー、ありがとう。まあそうね、基本毎回水曜日。カタログギフトは決まった。メロンとうなぎになった。なおさん、誰もありがとう。あ、かばらそばよろしく、ありがたい。お、定時退職、さすがに遠すぎて間に合わない。ショックじゃん。もうこれはどうしたらいいものか私にも分かりませんが、みんなよろしく。みつる、ハートありがとう。
そうね、平日は来づらいよね。グフさんハートありがとう。まあどこでも、分からんね、こればっかりは。なんとも言えない。うなぎ最高。うなぎはカリカリが好き、カリフワが好き、ふわふわが好き。え、分からん。じゃあカリフワにしとく。カリフワって選択肢いいね。カリフワで。グフさん、ノブロウさん、福ちゃんちもありがとう。まあしゃあなし。握手会解禁、趣旨が違うんじゃない、わかんないけど。グフさんハートありがとう。握手会とお話し会もまた別のものなんじゃない、わかんないけど、わかんない、これもわかんない。いける。 B ショップアンさんファイトありがとう。バラも花束もありがとう。タカさんありがとう。懐かしい、エディオン握手の日泣いてたね。ヤギシャンかわいい、ありがとう。1233さんありがとう。レーン対策って何。7月15日まで祝日がない。なんだと。さんさんマシュマロありがとう。ああ他のこと話すのってない。確かに。好きな食べ物は何ですかとかにしとく。福ちゃんちゴミゴミかわいい、ありがとう。確かに、マジコロナで握手したことないよね。ベニちゃんありがとう。誰も逆に他の子と話したい人でも何話すか考えないとだね。何おまけとして工藤と話すときに何話そうか。なんで STS 気になったのとか、何がいいのかな。もうちょっとたわいな話の方がいいかな。ねえねえ夏のツアーさ、何の楽曲が一番好きだったとか。ねえ人間ドック受けたことあるとか。人間ドックの判定なんぼとか。鈴木秀和結婚して無理です。ハリルンさんバラありがとう。めっちゃ潔い無理ですだったかも今。ねえ人間ドックの判定なんぼなん。じゃあこれにしよう。え、D? ねえ、なんで D なの?うん。あ、お酒飲むのが好きなの?え、で、それで肝臓が悪くなったの?うわー、それは大変じゃん。こんな感じ。年収いくら?やばいじゃん。教えてもらえるんかな?コレステロールについて語ろう。やばいじゃん。悪い判断で話す。確かに判定話す。確かにな。じゃあ、でも初対面の女の子に年収いくらはやばいじゃん。広島ナウだよ。オリちゃんマシュマロありがとう。福ちゃんちゆなぎさんハートありがとう。日本経済について、なんで円安なのって。
エルさん、池様ありがとう、ハート。他何があるかな。手相、確かに生命線長いねとか。受けるんだけど、トゥトゥやばい、チュやん、やばいじゃん、トゥトゥ不審者。サトシさんありがとう、アーサーありがとう。確かに瀬戸内で一番好きな食べ物何とか。福ちゃんソフトクリームありがとう。ねえねえ、人生で一番美味しかったものって何とか。そういうのを聞いてみるのあり。ウケんだけど、そんなことちゃんと考えられるん。おてて何、柔らかいとかかな、温かい、そういうの考えちゃう。ハルルンさん、小顔ダンさん、ソフトクリームあり。考えるちゃんとあれがあるんだ。余裕、小さい、ウケる、小さい、温かい。ハムスターリコチが3人にもしてほしい。ああ、じゃあ自分もできるようにならないと。もしかしたら他の人も同じこと思ってるかも。私に今まで一番自慢の、あ、確かに今までの一番のさ推し自慢とかない。こういうことありました。やばい、足癖悪い。え、全然緊張していいと思う。私も緊張してると思う。だって私も4年間の握手会ブランクがありますので。Qさんありがとう。ほぼしたことないに等しいなので。やばいかも、握手そんなできないかも。どんな感じなんだろう。そっか、一撃必殺何がいい。やばいじゃん、握りつぶす。私握りつぶしてもいい。手汗ちゃんと拭かないとね。たくまさんアイドル大好きさんありがとう。ムービングさんもありがとう。ここをこうしたらさ痛いから、こうしたら手って関係ない。恋人つなぎ、恋人つなぎでもいいんですか。どんな風になったら恋人つなぎになる。こういうことか。カツリンさんありがとう。タラバーニさん食べて、食べます。私どうだろう、手汗もうずっと握ってたらさすがに手汗かくかも。手と手の間に。コンコンハートありがとう。恥ずかしいな。じゃあハンドクリームでちゃんと整えておくね。コンコンハートありがとう。キューさん食べてありがとう。食べる、おお、523日連続ありがとうございます。え、やばい、あと2通メール送らなきゃ、忘れてた。ほんと昨日の配信を見てくれてた、ありがとう。
今日はコンタクト。カズさんありがとうありがとう。手汗かくから STU だったら誰がなんだろう恋人つなぎとかしてるのかな。ファーストコピー。なるほどね。福ちゃんちハートありがとう。のぶろうさんも、もとよしかさんも、そらなるさんも、かつりんもありがとう。昨日あの花見た。結局さ、アマプラでもネットフリでもさ、あの花の劇場版見れなかったからさ、そう違う映画見た。わー、一番近いイベント会場にこっちがいないの悲しみ。泣かないで。ムービングさん、ハウ君ありがとう。テクロス握手やば。どういう握手。いやーすごい。サバありがとう。サバが来るとは。ヤマさんハートありがとう。福ちゃんちリョッピーリリーさんスノーパウくんムービングさんありがとう。リコちゃんおしとやかですね。その雰囲気大好きありがとう。やばい、ライブとかテンションが上がった時の私のあれを知ったらどうやって思うんだろうね。
マさん、マライカさん、ありがとう。サバ読めるよ、私だって知ってる。てかさ、割と配信の私ってさ、なんだろう、まあ、元気な時と普通の時とおとなしい時と様々じゃん。でもやっぱ元気なイメージがついてるのってなんでなんだろう。公園とかで元気だからかな。タワさん、ソフトクリームありがとう。何が私の印象を一番つけてるのかな。サバぐらい読めるよ、私だって。今回のツアー通じて改めて申請っていうのはリコチさんの盛り上げが必要だなって実感。嬉しい嬉しい、声響いて、ほんと公演の時のイメージが強いのか、割と闇落ちじゃない。ね、割と私のすべ、なんだろういろんな姿を見ていくと割と暗い闇に落ちてる人じゃない私って。どうなんだろう。ゴミゴミかわいい、ありがとう。谷王さん、ソフトクリームありがとう。リコチ毎回雰囲気違う。公演見て朝配信見ると差がすごい。そうだよね、結構そうだよね。私も思ったんよ。そう、今日山口から帰ってきよって、広島駅着いた途端シャキッとしてきたんよ。あ、仕事モードだって。高橋さん食べてありがとう。割と山口におるときはほにゃーみたいな、ママーあれとってーみたいな、なんか割と、うん、ただもうニートみたいな、工藤理子ニート始めましたみたいな、なんかほんとそんな感じ。え、何その暴れてるイメージ、なんか大丈夫そう。あー、そういうことか。だけど広島駅に降り立った途端になんかふっと姿勢が伸びて、なんかそう、だからなんか不思議だなと思った。マリュ、ソフトクリームありがとう。知らぬ間にそうなっちゃってる。へ、晩ご飯食べましたか。食べた、しゃぶしゃぶ。ミャンさんハートありがとう。しゃぶしゃぶ大好き。そんな規制上げてたことあったっけ。配信はね、仕事じゃないねもうただの趣味アイドル大好きさん、ありがとう。でも、そうって考えたら別に公演とかも私仕事と思ってやったことない。確かに意識は持ってるけど、でも楽しんでる一番。アイドル大好きさん、イシさんありがとう。フクちゃんちもありがとう。リコチの SC の貢献度高いと思う。そんな風に言ってくれるのありがとう。リリーベ、え、仕事終わり行けそう。いいじゃん、来て来て。ほんとお話し会と配信の差がすごくて、リコチワールドね、リコチワールド受ける。引き込まれる。そう、配信見てくれてありがとう。自然体、前に言ったお話し会は優しく接客受ける。仕事やん、接客って言ったら。逆に私も優しくしてもらいましたおお、見逃し配信大事。いいね、フールフール。陽気です、見てくれてありがとう。山口のテレビにはね、出ないね。出たいね。優しくしてるじゃん。
視力の悪さを実感。え、広島高山霊園だっけ。あ、そうだったか。高山と、てか高山組がちょっとあれしてるの嬉しい。三八さんありがとう。ゆらこめっちゃいいじゃん。なんかギャルなノリになりそう。楽しそう。配信するとお小遣い増えるんですか。いい質問ですね。なんて言ったらいいんだろう。三八さんありがとう。風呂敷だるまありがとう。確かに頑張ったと評価はされますね。頑張っていることを評価はされます。アイドルらしい答え、これじゃない。あの頑張ってると評価はされます。あ、そうなんだよね。コンタクトつけて 1.2 と 0.5 なんだよね。そう、しかもいや度数結構上げてもらって 1.2 と 0.5 だからもうやばいかも。あ、アイドルらしい。回答がアイドル。おお。よかったよかった。そう、配信も頑張ったら評価してもらえます。くちゃちゃ当たり。おお、やったやった、よかった。アイドル回答できた。そう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 。ゴミゴミ、そんな感動した。ブラボーありがとう。ブラボーありがとう。福ちゃんちもハートありがとう。くにちゃんソフトクリームありがとう。そう、大丈夫。金一封はもらえるの。あ、いい質問ですね。金一封ですか。まあ、きっと、どう言えばいいんでしょうか。金一封、まあやっぱり金一封に相応するぐらい頑張ろうと思いますよね。どうかしら、どうかな、合ってる。クラッカーは何本まで自主持参していいですか。パスタの束は何ですか。パーティー、パーティー、パーティーの話。目が詰まった袋。うん、そう、広島駅に降り立った瞬間、あ、頑張ろうみたいな風に思えたので、やっぱり大事みたい。 T 石さんファイトありがとう。サムありがとう。お茶ちゃん、福ちゃんちもありがとう。あ、生誕祭はクラッカーは15本かな。パスタの束はね、22本。年の数まで OK よ。広島いい町だよね。オブラートの包み方上手だった。福ちゃん、ちはみさんありがとう。やばいじゃん、近くにスナイパーおる。どうしよう。配信頑張れば賞金券や商品券やフルーツなどがもらえます。そうね、中西さんマシュマロ。そうだから、配信頑張ったらマンゴーが食べられるし、ステーキも食べられるし、
クッキー缶とか食べられるし、アイスとかももらえる。そうだから結構いいですよ。そうちょっとねメリハリもつけれるようになってきました。りかこちゃん、ふーさん、ありがとう、うん、テロリストやばいね。15本パーン、パーン、オブラー。生活レベル上げたら人間と評価上がる。私もプール付きマンションに住みたいの。カズさん、いいね、ありがとう。ハートスナイパーなれる。プール付きマンション住もうかな。リコチの視力良くなりますよね。ふさかなりようニュース、ありがとう。ハートひまわり29、ソフトクリーム、ありがとう。ビニールプールプレゼント NC なんか、握手会か、やばいぞ。リコチに触れたら死んでしまう。もしかして僕は触れられません。どんな感じ。ヒロピーさん、ありがとう。マシュマロ、確かに角度違うよね。広島駅、大きな駅だよね。シーメンさん、ありがとう。ソフトクリーム、ソフトクリーム、シーメンさん、ありがとう。でもさ、ビニールプールあったとしてもさ、どこでやるんって話よね。どこで遊ぶんって話やん。広島駅迷う？あ、わかるかも。なんかしかも今工事しててめっちゃ複雑になってるから余計。はぁ、大あくびしちゃった。明日は割と早起き。ここ最近に比べたら早起き。あくびあくびね、ここ必要なんだよね。ミニマリスト、そうだ、え、あくびつった、やったー。ミニマリスト目指してる。今から明日の朝配信の時間決めるね。8時50分かな。かな。クシラトさん、スノー、ありがとう。あ、アングルがいつもと同じ。なるほどね。これか。斜めだよね。クシラトさん、スノー、ありがとう。かくれんぼ中さんも、ありがとうだよ。明日朝からプレゼン、うわ、やばすぎるでしょ。辛いね。はやとさん、ありがとう。自分も明日は5時15分起き。早寝部も頑張れ。私も8時50の男って知ってる？知らないけど、江頭2時50分は分かる。
さのまるママさんもハートある。私も話かい。早くみんなとお話ししたいと思ってる。江頭。江頭2時50分さ。江頭ちゃん。福ちゃんちハートありがとう。江頭。間違えちゃった。クジラとさんありがとう。てか早くさこの風邪は治らんのかな。失礼しました。福ちゃんちクジラとさんハートありがとう。鼻を噛みながらすいません。タルパガニさん、タラバガニさんじゃないよね、間違えちゃった。塚本さんありがとう。マシュマロ、スノーもハートありがとう。ハリーも回復薬ありがとう。シラスさんマシュマロありがとう。この回復薬を飲んで、ね、寝たら治る。でもさ今夜寝たら本当に治りそうな予感ね。治ってほしい。あと1ヶ月も借りるやろう話会か、超楽しみ。ミュートにしないアイドルだから、ここをあえてミュートにしないアイドルなんだ。ケンちゃん、ミーヤンさんハートありがとう。福ちゃんち回復薬ありがとう。私は割とさらけ出してる。まあでもトラッキーさんハートありがとう。なんでこの風邪ひいたのか謎なんだよな。感染元は知らない。ハヤトさんありがとう。先週風邪ひいた時22時間寝て治った。ほら嫌いじゃないでしょ。星分析力結構ある。星読めます。さんハートありがとう。もう寝ようとしてるの早ね。まだ3週間連続で公演とコンサートある。やばいよもうイベントが。こんなイベントさせてもらえて嬉しい。ポさんハートありがとう。どうしたら22時間寝れるの。私も寝てみたい。握手会再開。もしかしてすっぴん。アーベノミックス勇者さんありがとう。花束からなるさんもありがとう。初めてリコチの話し会とって、え、嬉しい。よろしくね。イベントいっぱい嬉しいよ。ずっと毎週リコチに会ってる。会えるの嬉しい。最近のリコチほとんどすっぴん。それもうリハーサル休みの時とリハーサル時はすっぴんかな。嬉しい。よろしくね。お話し会どんなことも聞いてもいい。好きな食べ物はから始めよう。お話し会すっぴんはやばいよ。ベビーフェイス代表工藤理子です。ひろたわるさんありがとう。お茶茶何でも聞いていい。
じゃあいろんなこと聞いちゃう。赤ちゃん代表工藤理子です。いかにハートありがとう。楽しみ。なんで休みの日に一番可愛くしてる。そんなすっぴん好き。嬉しい。星助さんありがとう。そう、これビーズ入ってるからシャクシャク言う。やばっ、結構やってるやん。桃、あー、急にスイカゲーム始めちゃった。スノー、隼人さんありがとう。それなチェキサイン会超楽しみ。お見逃し配信私もいる。めっちゃよかった。はじすけさんありがとう。ちょっと唐突すぎたよね。星型を分かるになってる人間ドック。何、あ、岩田さん、福ちゃんち、夫婦さん、マシュマロありがとう。内緒だよ。桃、血液型か。その欄見てなかった。サイレント鈴鹿やん。サイレント鈴鹿やん。競馬、馬娘の方が私はサイレント鈴鹿という。私の血液型もう当たりそうよ。みんな なんで A はないの。私の絶対血液型さ、 A はない説。練乳って私も信じてるよ。練乳がいいの。ムービングさんハートありがとう。本当に鼻が詰まって、鼻声だよね今。まあね、家族会議。怖い、複雑。ヨーグルトも流れてる。乳酸菌が流れてます。カラスさんありがとう。ちゃちエナジードリンクもいいっすね。てかなんで本当にこんなグミ、まさかの固形物。トシさんありがとう。ソフトクリーム、チースタロカ、チってどんな味がするんだろう。しょっぱいのかな。鉄の味、雨の日の鉄棒の味とか言うけどさ、チってしょっぱい？鉄の味？ね、わかる。この白くもイケメンふんでしてる。ふくちゃんちありがとう。舐めたことないよ。でも確かに口噛んだ時にこうしたら、なんだろうね、歌詞やらないといけない。応援してください、頑張れ。私
通舐める？鼻血飲んだことない。 FE って感じめっちゃおもろい。化学式で言うのね。鼻血飲んでも味を感じたことはないかも。鼻血飲むというか降りてくるっていうか、あんまり味わったことはないかもしれません。バブバブさんありがとう。誰もしょっぱい。そう、私そうサプリ効果なかった。どうだろう、全然血の味って分かんないよ。味わうことはなくない？血を。だからマニオチありがとう。ソフトクリーム、そうそうさん、先回も見てくれてありがとう。すごい、先回訪問も嬉しい。リカコさんペンライトありがとう。そんな冷静にないかな、わかんないや、覚えてないな。じゃあ親知らずとか抜いたら分かる。あ、なるほどね。 NA で味塩入れるんかい。ナトリウム面白いわ。そんな私の配信見てくれてる人いるんだ。嬉しい。記念すべき1000回じゃん。何年かかったんだろう。1年以上かかってるよね。1日1回だとすれば3年ぐらい。でも1日私2回とか結構複数回配信してるとどっちも見てくれてたら見れるのかね。爪とかも分かんない。ガンプラと同じ味受ける。食感やろ。福ちゃんチャートありがとう。食感やろそれ。1日3回ぐらい。すごいね。ガンプラすら食べたことないよ。よく噛んだらどうしたん。アムトンさん食べて食べます。トラッキーさんクッキーありがとう。1800回以上見てる人いる。すごっ。確かに累計ランキングは確かに多い。キアさんありがとう。ソフトクリーム、すごいね。そう考えると確かに1800はすごいわ。1900おる。1500 1200 1100。すごくないか。すごくないか。それすごいな。累計ランキング今のところ1986回がすごいんだね。へーすごーい。すごいね。くれてありがとうじゃん。ありがたいことや。ハムトンさんありがとう。1986回はえぐ。あと14回、あと1週間ぐらいで2000いくんやない。盛大に祝おうね、その時はみんなで。すごい。ハムトンさんありがとう。ソフトクリーム人気者。あ、ルームのファラありがとう。人気者
嬉しいね、すごいね。あくび、あ、すいません。確かに西暦ぐらい見て1986年、どんな感じなんだろう。眠いの、眠いよ、なんぼ寝ても眠い。コアワード、なんぼ寝ても眠い、なんぼ寝ても眠いんじゃ。嬉しい、来てくれてありがとう。ポキちゃんとインスタでお話ししてるよ、めっちゃ嬉しいです。STF48、 6月に徳島に来るよ、来るよ。白熊にあくびぶっぱなすよ。6月1日です。徳島から岡山ってどんな感じに行くんやろ。フリマロバカさん、ハートありがとう。徳島までさ、バスで、バスとか車とかで行ったら広島からどうやってかかるんじゃろ。フリマロバカさん、ハートありがとうね。2度目高松道から瀬戸大橋、あ、瀬戸大橋渡れるのか、嬉しい。ちょっと徳島アワギンホールまで車だと5時間半やけど。フリマラバカさん、ありがとうございます。2度目も読んじゃった。車やと5時間半なんじゃけど。スノーもありがとう。徳島、そうだね、昇格ツアー以来だわ。やばくないか。スノー、ハートありがとう。久々すぎるのでは。超スノーハートありがとう。あ、2度目も読んじゃったかも。徳島やっぱりラーメンしか。とわが行きたい地方ある。でも京都京都行きたい。いた、足癖悪。徳島ラーメン食べる。徳島ラーメンだね。徳島に公演してから広島直帰かな。岡山移動かもしれないし、どうなんだろう。5時間半かかるけど、どうしよう。岡山も確かに超久しぶりかも。あ、おやすみ、頑張ろうね、明日から。アワギンホールで公演。カズさん、ファイトありがとう。ロッピーさん、ソフトクリームありがとう。一緒に頑張ろう。そしたらワンちゃん、そっから岡山に夜移動してって感じかな。愛媛、広島よりかは楽。嘘、なんで。ロッピーさん、ソフトクリームありがとう。
ハーミングさん、ありがとう。髪の毛しっとり、もうギトギトかも。ムービングさん、ありがとう。5時間ならもう睡眠よね。確かに。って考えたらもういいかも。ムービングさん、ありがとうね。嬉しい、STF48 大好き。もうそう言ってもらえるの嬉しい。晴れの日みたいな。間違った、晴れの輪か。チェリーさん、ありがとう。STA のこと好きでいてね。晴れの輪調べてみよう。岡山芸術創造劇場、なかなか綺麗。福ちゃんちゃん、ホテッド大好きでおして嬉しい。徳島県民、そんな言っていただけて嬉しいです。やっほだよね。岡山って晴れの国なんだよね。めちゃめちゃ綺麗だよ。めちゃめちゃ綺麗な会場だよ。すごいね。コーチしてからずっと大好き、 STU 最高。嬉しい、嬉しすぎる。 STU のこと好きになってくれて嬉しい。何時から公演ですか？岡山の、岡山は18時かな。調べてみましょう。来てくれるの？ドットさん、ありがとう。あ、徳島は2公演があるんだよね、昼と夜。ねえねえ、14時と18時から。岡山行った時に雨降っていた記憶がない。確かに、私も言われてみれば、いろんなタイミングで岡山行ってるけど、確かに雨降ってない。徳島公園は抽選、チケットは各プレイガイドで絶賛販売中、発売中。ぜひ。昼公演は14時から、夜公演は18時から。かんすけさん、ありがとう。ナグルフォーズさん、チョコミントペンギン、ありがとう。かわいい。来る？来る？チケットはローソンチケット、チケットピア、 E プラス、楽天チケットの4つ。昼公演は14時。見る皮むけ。
サイン欲しいな。え？ならサイン会がある。すごい、なんかあれぴったりな、なんかもうリコチのお出迎えある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 。お出迎えまだ告知されてないか。お出迎えあるよ。くにちゃん、くしらとさん、ありがとう。ニーズに答える。サイン会ありますよ。なんかあれだね、なんか消費者の声みたいな、ニーズに応える供給者みたいな、なんかそういう感じ。推しのサイン、推し誰なんですか。ふふさん、ソフトクリームありがとう。あ、サインボール、それな。私さ、めっちゃ投げるの下手くそなんだもん。あの、超あの、高速球でどこに投げてるかもう分かんない。前に投げてるつもりがなんか奥に行ったりする。本編でも楽しい。お出迎えでかばらそば作っちゃう、食べてもらっちゃう。いいかも。マリコさん？誰？マリコ誰？マリコ。私はリコやけど。私はリコやけど。マリコは誰やろ？毎回投げるボールの路線。S でしょ？目標と全然違うでしょ？サインボールで。キャッチボール。ハヤトさん、ありがとう、ハート。ほら。初見。だけど私はまた嬉しい。リコさん、アリサちゃん、あ、いいじゃん。サイン会は大阪であります。お話し会みたいな感じ、握手会みたいな感じ。クリスマス12月8日受付中だよ。ハンターさん、クッキーありがとう。ニエスもありますよ。徳島じゃないね、大阪。レスのキャッチボールもしような、しような。なぜか星したんで、また申し込み、え、ありがとう。失敗した？あるあるだよね。あー、この数日間のつぶちゃんのかわいいかわいいつぶちゃん動画を見て癒される。
けでも嬉しそうな伝わってくる。ありがとう。私の声が。かわいい、ありがとう。何この動画。つぶちゃんがずっと自分のお尻を噛んで、ありがとう。ソフトクリーム、かわいい。つぶちゃんペロペロしてるよ。つぶちゃんがペロペロしてる動画。ありがとう。何してんの？お姉ちゃん首を押さえられて痛いんだけど、どうカミカミしてんの？足ね、自分の足ね。姉ちゃんここ痛い。自分のことお姉ちゃんって呼んでるよ、つぶちゃんの前で。みきちゃんハートありがとう。楽しかった。なっちゃん、なっちゃんとの動画。つぶちゃんは犬種はキャバリア。はあ、そう、自分のことお姉ちゃんって呼んでるから。つぶちゃんのお姉ちゃんだから私。本当に前髪が長い。じゃあ今夜何の映画を見るかで決めよう。何の映画ねえ。キャベツは疲れとるね。キャバリアがキャベツに聞こえたの。それは疲れてます。
キャベツはやばい。え、ハンニバルさん可愛いありがとう。キャベツ高いの今？キャベツ1個1000円、1000円超え。どうしたの、なんで。え、何、どれ見ようかな。え、私の幸せな結婚って何、実写化されたの、いつの間に。てか割となんか女優さん俳優さん良さげ、割とその原作に合ってるような人です。よし、今夜見るのこれにする。何、スイカ対戦って。スイカゲーム全国大会が始まる、もしかして。スイカゲームさ、なんか3万とか超えてる人いるじゃん。へえ、オンライン対戦機能、対戦機能始まるの、やばっ。え、どういうのがあれなの、先にぷよぷよみたいな感じで消えたらあっちになんか行くみたいな、なんか何、くっついたらあっちに行くみたいな。福ちゃんチハートありがとう。今夜これ読もう、ウォッチリストに入れました。映画、からかい上手の高木さん実写映画絶対見に行く。え、始まるん、それは最高やね。おっと、ウォッチリスト。あ、そうなん。スイカ割りね、最初のね、ぐるぐるバットで終わる終わる。ジャンボモナカ O2 にゃん、食べていただきます。腰痛は尿路結石、どうしたの、大丈夫。クジラトさん、ハンニバルさんありがとう。からかい上手の工藤さんはガオ、あざとさ上手のリコチさんはニャオン、てんてんてん、ヤッポー。え、オーストラリアから、ヘロー、すごい。 STU の大ファン、オーストラリアにそんな人がいるなんて嬉しい。今夜見るもの決めた。洋画も気になっていたんだよね。でもさ、眠れんくなるじゃん。生誕祭が当たれば遠征できる。待ってるぞ、遠征楽しんで。よし、リアル追加。え、そこが決めて。待ってるよ、お話し会もね始まったし。ハルルンさん、バラありがとう。生誕祭申し込みは素直に嬉しいっす。スピーチ考えなきゃ、不安だよ、不安です。上手にできるかな。花だれ公園、まあでもあさっても花だれ公園だしね。
よね。福ちゃんちハートありがとう。30分のスピーチやば。うん、そろそろまたね。福ちゃんちハートありがとう。え、それ日曜日のそれでよかったわ。にゃにゃにゃよかった。23も26も花だれ。公演も多めで、でもなんかみんな大変だ。ファンの皆さんが一番大変なのでは。その公演ツアーでいろんなところも行くし、公演もあるし。クジラドさん、タヤさん、ありがとう。はい、花田です。夜の部に参加よって。お、あさって。ツアーで散財やばいよね。本当にみんなアニメートもあったらやばいじゃんね。みんなどこになんか財、その財力はどこから。素直に気になっちゃう。宿泊施設めっちゃ高いだと。写真集の資金残しておかないと。写真集はそうね、ちょっといっぱいね見ていただけると嬉しいです。のりちゃんかわいい、ありがとう。ハゼピーさん、お茶茶ありがとう。ちょっと言えない仕事。何、人殺し、人殺し人殺しちょっとなんか怖いね。私の今の発言怖かったね。のりちゃんお茶茶ありがとう。広島のホテル結構高い。マジで？何してんの？え、てかどんな仕事してんの？なんでそんなお金もらえんの？暗殺者？暗殺者なの？闇の組織？何？のりちゃんありがとう。ソフトクリーム。ほ、星。ゴルゴ13だったの？トウカさんと かぶってるなら高い。暗殺者なんですか？人殺しで儲けてるんですか？なんて調べようとしたんだっけ。スパイなの？湯を沸かすほどの熱い愛って面白いん？もともとはさ映画があるんだね。それが今舞台になってるってこと。グッとくるんだ。え、なっちゃんと私結構趣味合うし、マジで血つながってるやろレベルでマジで合うんだよね。タイタニック見よっかな。恋人はこの国さ。へえ、見てみたいな。タイタニック見る。続く私の人生
ずっとこれからも。コードギアス見ろ。コードギアス激推しおじさん、お兄さん。コードギアス激推しお兄さん。うん、唇の皮をハムハムする。ほんま？お兄ちゃん、コードギアス激推しニキ、激推しニキ言いづら。いける、中年男性、よかった。やっぱり自分のことをそう言える人はいいと思うんですよね。タイタニック良さそう。激推しコードギアス。マジ？マディ？マディ？マディ？ほらみんな激推ししてるじゃん。コードギアス。あれはマジ？なんつったらいいんだっけ？義務教育みたいな。履修しないと、必須、履修必須科目みたいな。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。お、バディーズのおさんさん、ありがとう。300回も来てくれてる。だって突然膨らませてた心の偶然はレート。しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もない。あ、何の屈託もない。綺麗の夕焼けに悪態つこぼう。キンパイさん、ハートありがとう。この手振りマジむずい。誰かがいつ、まずここでもう違うもん。誰かがいつか、ここでまた違う。さーって言ってくれる日まで。自分の方から絶対告白なんかしないよ。これ振りコピできる人すごいと思う。だって突然膨らませた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単、え、間違えた。好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もな、ない。綺麗な夕焼けに悪態つこう。手振りやばい。小野和さん、音符ありがとう。歌声にドンピシャ、嬉しい。もう滑舌もやばいよ。翔さん、クッキーありがとう。パーパーチョン、トゥットゥットゥン、トン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 、トン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 。トゥル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 。小さな、なんだっけ、どんな振りだっけ。小さな幸せでいい、恋が叶わなくても、トゥントゥン恋してたい。手振りやばい。振りの覚え方、私も教えてほしいぐらい。トゥルトゥル、なんでこんな覚えられてるのかも不思議だもん。私、キングさん、ソフトクリームありがとう。なんで踊ってて不思議とちゃんと出てくるか不思議なの。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。自分の方から絶対告白なんかしないよ。まあ、音に合わせてやってんのかな。体が覚えてるのかな。でも新規曲やばかったよ。今でもジワルデイズ難しい。キングさん、モリモリさん、福ちゃんちありがとう。確かに。アリさんもありがとう。お茶ちゃんも。
だってだってだってあれよ、なんだっけ、ジワルデイズね。だだ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 だやばかった。他の曲でも似た部分の感じ、確かにあるある、いっぱいある。このステップは夢力とか全然あるある。それで覚えたりしてるし、もうやばいよ、激ヤバだった。愛の重さ、愛の重さ、初めてわかったよ、意味の気持ち背負ってみてし、心がしびれる。これは愛の重さ、初めてわかったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい、なんかまるで世界担ぐ横の重さ、今の気持ち何と比べてみればいいんだろう、無責任に愛した、愛した頃は軽々と持ち上げてたじゃん。両手振りも忘れよるかも。カジバのバカジカラさ、好きですか。人は本気になれば、この振りやばいよ、本当にやばいよ、マジ。私なんか頑張ってるハムスターみたいだから本当に見てほしいの。そう、人は本気になれ、トコ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 ってチッチって、マジまず後ろ向きながら池ちゃんの方と、あとこのあかりちゃんさんの腰に引くつくんですよ。人は本気になれば、ここもうほんと小走り、タタ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 って走って、タンタン、なんでも動かすことが本当にアトラクションの一部になってるのかってぐらい、もう自分から動いてなく、もう流されながら、もう後ろ姿後ろ向きながら、はぁはぁって言ってる。なんでも動かすことができると、こんなんからドン救い出そうと、カジワのバカジからさもうよくわからんで、トコ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 って歩く。そう、後ろ頭後ろから手振ってるのが好き。どんな時、こんな時、何何、頭が手が頭後ろから振ってるのが、カジバのバカジカラさ、こんなことしてるっけ私。高雪さんかわいい、ありがとう。トゥトゥトゥ、君を守りたいと思い始めて、そのおん、なんだっけ、存在が大きすぎて躊躇してしまった、ちゃんと考えなきゃだね。なるほどね、千手観音ってことか。光景が目に浮かぶ。いつかマジで全身映しながら踊ってあげるよ、配信で。じゃあそろそろお風呂入ろう。今夜あの映画見るから。ちなみに洋画ヒントは
だ見てなかったんかーいです。船、ヒント船だったらもうタイタニックしかないやん。タイタニックはまだ、うん、僕らの瞬間シュートいいね。タイタニックやばい。じゃあまた明日。39位から読んじゃうよ。ルームのフォローありがとう。ハンターさん、 TC さん、 B ショッパーンさん、ショウさん、あいいね、オリちゃん、リョッピーさん、ソフさん、ナベさん、ユウヤ、ナベナベ所長、コンコン、ひまわりん19さん、ソラナレさん、キハさん、ホワイユーさん、クックレンボーチューさん、タカさん、ソニチ、アムトンさん、クニちゃん、シーメンさん、クジラトさん、ムービングさん、オットトさん、ノリちゃん、ヒロピーさん、トラッキーさん、ボヤッキーさん、似てるねマリュ、コバさん、タヤさん、ハルネンさん、スノー、そして本日の秋元先生枠はハニバル先生です。ありがとうございます。ナグルフォーズさん、サム、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はゴミゴミでした。ゴミゴミありがとう。第2位はハリーでした。ハリーありがとう。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんちありがとう楽しんでおちょこりでした。Back to the future、 もういいね、見たい。とにかく配信を見てくださりありがとうございました。しばさんお疲れありがとう。明日は8時50分ぐらいから配信を。穏やかに眠ってくださいね。ね、握手楽しみ。福ちゃんちお疲れありがとう。初見やないよ。じゃあ福ちゃんちありがとうもありがとう。じゃあ健やかに眠ってください。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー、みんな健やかに。ゆうやお疲れありがとう。人は本気になれば、でも初見に近いのか。ポリポリ、じゃあね、なん